身柄な青ちゃんは、勉強ができないは、川原恋による日本の漫画である。少年マガジンエッジにて2015年11月号から2019年1月号まで、連載された。その後、続編である、身柄な青ちゃんは、勉強ができない大人編が、同志にて2019年2月号から2020年5月号まで、連載された。女子高生の堀江青は、 自身の名前が青管に由来しており、その言葉の意味を正しく理解してからは、自身の名前に絶望し、名付け親である父親を憎んでいる。そのため、大学進学後は、父親からできるだけ遠く離れて一人暮らしをしたいと願っているが、父親は有名国立大学に進学することを条件に出したため、青は、遠い地方の国立大学に合格すべく、クラスでは、 女子も含めて誰ともつるまず、青春を犠牲にする覚悟で勉強に取り組んできたのだった。しかし、クラスメイトの木島匠だけは何かと青に積極的に声をかけていた。青は、官能小説家である父の影響でもともとエロに関する知識だけは豊富だったため、男は性欲の塊、野獣という先入観から異性を毛嫌いしており、匠のことも リア充と勝手に決めつけて特に毛嫌いしていたが、体育の授業の後保健室で二人だけになった瞬間、青は匠から告白され、それからというもの青は匠のことが頭から離れなくなる。しまいには勉強に身が入らなくなるほど匠との卑猥な妄想を爆発させるようになり、気がつけば、もしで A を取っていた死亡後判定が E になるほど成績は急落する。 なんとか立て直そうとするも、青と真剣交際しようとする匠や、匠を機に、入り青との関係を推し進めようとする父親、匠を狙う宮雅などの介入で、妄想をさらに暴走させる日々を送ることとなる。右与曲折はありながらも、匠から正式に交際の申し込みを受けた青はそれを受け入れ、二人はめでたく恋人同士となる。そして三年生となり、青は、 受験先の福岡の国立大学での推薦入試における面接で、面接官に対し、自ら進んで自身の名前の由来を言ったのであった。推薦入試に無事合格し、青は福岡で念願の一人暮らしを始めることに。匠は青を追って福岡の専門学校に通うことになり、二人で同じマンション、しかも隣同士で暮らすことになった。新生活早々に、 みだら、と、高校生の頃と変わらず卑猥な妄想を爆発させる、青。匠の部屋で二人きり、そして、と思った瞬間、マンションの大家が現れる。実はその大家こそが何年も顔を合わせていなかった、青の母親、お見であり、しかも、青が通う大学の客員教授ともなったのであった。福岡で匠とのラブラブな学生生活を目論んでいた青だったが、 娘を心配する親バカな母親に翻弄される日々を送ることとなる。果たして、青は念願の匠とセックスできるのか。恋の甲はテレビアニメ版の声優。身柄な青ちゃんは勉強ができないのタイトルで2019年4月より6月まで毎日放送。アニメイズム B1 枠他にて放送された。原作のレッスン20までをアニメ化。 ただ、原作と比べ、エピソードの入れ替えがあるほか、セリフも含めて、露骨な性的表現は、極力抑えられている。ディスクレス商品、プレイピックとして発売。みだらなあおちゃんは、勉強ができない大人編に関するカテゴリー。みだらなあおちゃんは、勉強ができないに関するカテゴリー。ありがとうございます。